撮ってます。ヒントこれで朝食べたよ。この字はもう見てるはず。朝あれ朝ごはん屋で、じゃあパンオンパンです。あのパンの暴力ですか。パンの暴力笑う。めっちゃ混んでるじゃないですか。バリンチョ、はい、あれが正解です。ビーチって言うかもしれない。バリンチョこれですね、これじゃがいもなんですよ。ほうほう、そうだ、チーズじゃがいも。ああ、なるほど。そう、これがね、美味しそう。じゃがバタ的なあれ。そう、並んでいいですか。どうぞ。ファッショントリートみたいな感じで、なんかこういう服屋さんもこの夜市と夜市の間にあったりとかして、で結構安くてこう可愛いの多いんですよ。へえ。手作り物って書いてある。今伊達さん越しに見る月見になってます。買ってんじゃない？とりあえずそうですね、買ってますね、これは。そう、本当台湾は玉ねぎはもうすごい行きたいってずっと言ってたので、趣味はすごい一番楽しんでる可能性がある、それは。あとはもうコスメ変えたら多分完璧なんですよね、彼女は。そうな、趣味はもしかしたら普通のドラッグストアでいいかもね。おお、なるほどね。チーズ世界も、はい、全部入れよう。これだ、人気ナンバーって書いてるし、これパイナップル入ってますね。これそうだね。ね、これ飲むの。 Hello Hello This one? Number one, 1番で This one? 1.1 じゃあいいよ。それからオファー見ていいっすよ。あ、ほんと、こんなとこ撮ってるのもったいないから、そこで2人を行くかな。完全にな。出てんじゃん。電池変えてる。持ってるだけじゃん、ケース。熱い？あ、来ないですよ。
では行きます。あー絶対のうまいの、うまいオブ絶対のやつ。察して、察しました。やったー、いただきます。これが芋なの、端っこはチーズだらけ、チーズだらけです。今芋だと思って食ったのさ、パイナップルでさ、え、パイナップル入ってるんですか。美味しそう。いただきます。はい、いただきます。ベーコン、ブロッコリー、うん、芋、芋抱えたさ、うん、芋でも抱えてないですよ、抱えないんです。あ、美味しいね。コーンが結構、なんか甘みがギュッとしてるね。うま、ん、いよ、美味しい。芋がめっちゃうめ。今ね、チーズだけ、チーズ食ってんじゃん。チーズとコーンとベーコンとブロッコリー食べた。あ、なるほど。主食の芋が芋のほかやな。そう思った。絶対芋がね、そう、ここら辺ね、ガスってこう結構削れるよね。これ今ね、パイナップルの可能性あるから気をつけて。パイナップル食べてみたいな。それは何だ。チーズのおこげだった。あ、芋だねー、たどりつかねー。これ芋だよ、これ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 、あ、これ、これで芋食えよ。3枚も食べてすいません。たくさんも食べ。ダブルでおさえ、あ、ほかほかよかった、ようやくたどり着いた。ようやくたどり着いた。諦めないでよかった。よかったよ、芋に対するやっててよかったな。思いが美味しいですね。美味しいですね。これだったら並んで食べてる、買ってたもんね。もう次の店行こうよ、早い。あれ、芋食っとるやん。なんかすごい変な話、カリカリのトマトみたいな。
で、トマトも甘い、うん、あんましょっぱくなくて、甘々でトマトがパリパリになってて食べますよ。汁垂れるから食べ方気をつけて、汁いった方がいい。え、マジか。普通に美味しい。普通に美味しいの。うまい。カリカリのトマトが食べれる。普通に、そう、あんた普通にうまい。マジマジ。出国できないらしい。